本当にお前は生意気なのか。なんだよ、ルーミアもそんなに怒ることないだろ。怒って当然なのか、本当に生意気なのか。生意気って言う方が生意気なんだよ、このブス。じゃあお前は悪ガキなのか。じゃあお前はブスだな。なんだか、珍しくあの二人の喧嘩がすごいけど。いつになく二人の口喧嘩がすごいわね。ケイネが来たら止めてもらうか。私たちじゃどうにもならないわね。悪ガキ。うせろ、ブス。言ったな。それじゃあ、これでとどめを刺すのか。おいお前、まさか。そう、スカート捕食なのか。もう我慢できない。ではいただくのか。ひぃ、それだけは勘弁してくれ。あ、こら、逃げるななのか。生徒の諸君、おはよう。であれ、マサキチとルーミアはどうしたんだ？先生、実は。なるほど。それで寺子屋を飛び出していったんだな。よし、今日の授業は一旦中止だ。みんな、マサキチとルーミアを探しに行くぞ。はい。マサキチ、一体どこへ隠れたのか。見つけたらただじゃおかないのか。ルーミアにスカート捕食されたらひとたまりもねえ。一旦どこかに隠れないと。さあさあ、魔法の薬、新発売だよ。ん？気になる人はぜひ飲んでみよう。魔法の薬だよ。なんだか怪しいけど、気になるのか。とりあえず気になったから買ってみたけど、早速飲んでみるのか。うおー、なんだかすごいのか。お、これは。やった、元の姿に戻ったぞ。元の姿に戻ったということは、もう人々を捕食してもいいってことだな。よし、それならあいつを。ひひ。おいお前、金を出せ。この私を脅すとはな。なんだ？まずはお前から食ってやる。待て。ふう、久しぶりの人間の味、美味しいぜ。化け物だ。ん？次はお前を食ってやるか。やばい、逃げろ。ん？なんだ、さっきから騒ぎがすごいぞ。化け物だ、逃げろ。え？化け物？一体、何が起こり？ルーミア、なのか？お前ら全員食ってやるぜー。お？マサキチ、そこにいたか。ひぃ、なんだかやべえ。マサキチ、次はお前を食べてやるぜ。うわぁ、誰か助けてくれー。絶対逃がさねえ。うわぁ、間違いない、ルーミアだ。でもいつもよりも大人になっているような。一体どうなってるんだ？マサキチ君、ルーミア、どこにいるの？隠れてないで返事してよ。一体、どこに行っちゃったのかしら。二人は無事であるといいんだが。よう、寺子屋の皆じゃないか。一体どうしたんだ？あ、マリサさん。誰かをお探しかぜ？ああ、マサキチとルーミアがどこか行ったきり帰ってこないんだ。なんだって？それは大変だな。よし、それなら私も手伝ってあげるぜ。ありがとうマリサ。にしても、二人は一体どこ行ったのかな。うわぁ、誰か助けてくれー。あの声はマサキチだ。みんな、急ごう。うわぁ。待つんだマサキチ。やばい、これはやばいよ。捕まったらガチで食われる。うわぁ。言ってて。よりによって石につまずくなんて。さあ、もう逃げられないわ。ひぃ、どうか勘弁してくれー。問答無用。ではいただきまーす。ルーミア。ルーミア。なんだよね、ルーちゃん。にしては体が大きいような。お前、ルーミアか？少しだけ聞いたことがある。あれが本当のルーミアの姿だ。それが今になって復活するとは。とにかくルーミア、ガキ大将もすっかり怯えている。
もうその辺にしてやりなさい。はい、先生。お、どうやら薬の効果が切れるようだ。ルーちゃん。お、元の姿に戻った。わはぁ、なんだか知らないけど元に戻ったのか。ルーミア、その、さっきは悪かったよ。マサキチ君。よし、もう大丈夫だろう。これで二人は仲直りだ。とにかく、二人は無事でよかったぜ。さあ、戻ろうよ、寺子屋に。ああ。あのさ、ルーミア。え？いただきなのか。ああ、なんで、一匹、やっぱり若い体は美味しいのか。こら、ルーミア。これがいつものルーちゃんね。やっぱりルーミアはこうでなくちゃ。なるほど。それでルーミアとマサキチ君は仲直りしたわけね。うん、あれから二人は喧嘩しなくなったよ。にしても、まさかルーちゃんがあんな姿になるなんて。あはは、まさか元の姿に戻るとは思わなかったのか。さてはニトリの仕業ね。後で叱っておかなきゃ。まあとりあえず、仲直りできてよかったね。やっぱり仲良くするのが一番ですね。まあとにかく、二度とこのようなことにならないようにしないとな。なあルーミア。えへへ、やっぱり今の姿の方が一番なのか。とりあえず、よかったわねルーミア。